ということで、ではここまで来たのでこいつですね。これがさっき言ってたブリザード、ブリザーホース。はい、これいけるかな。このね中にあるんですよ。こうね見えるかな。ここね、ここに多分刺さってるだけなんで、引っ張ってで今度押し込んだりだけだと思います。商品はこちら。じゃーん。タケ。ウマレーシング .com。 はい、ブリザーホースパープル、内径9mm、長さ1m、結構あるね。はい、めっちゃ余ると思いますけど、はい、多分ねえ、ね、見てもらったら分かるんですけど、多分 9mm じゃないですよね。完全にちょっとやられました。これね、ホースバンドもついてるんですよ。いや、いけるか。 9mm、うん、ちょっとちっちゃいね。ちょっとちっちゃいけど、ちょっと頑張って押し込んでみます。おっ、うん、抜けた。いや、結構広がってんぞこれ。太さの違いが結構ある。無理かも。やってみましょう。とりあえずじゃあ長さね、はい、これぐらい、これぐらいかな。20センチぐらい、30センチかな。ホースバンドは無理かも、はめれへんかも。一応つけとく。つけ、つくんだ。内径ミスター。あ、でも入ってる、まあ、こんだけあればいいやろ。はい、 OK、はい、一応こんな感じ。どう？あ、入ってるね。十分やろ。まあ、ちょっとやもんな。こんだけ入ってたらいいでしょう。なんかいろんな紫あんな。まあ、しゃあないか。はい、紫のブリザーホースはこれしかなかったんです。はい、ということで、では次行きましょう。次はね、ついでに、ここ。あ、逆や。ここね、はい、バルブ。これなんか、二輪間違う。このバイク、レッドバロンで買ったんですけど、なんか窒素入れてくれているらしくて、はい、N2 キャップがついてますね。でも青なんで、けしからんちゅうことで、これの紫やったらいいんですけど、やめます。はい、じゃーん。なんていうメーカーかは知りません。モーターサイクルパーツ。アクセサリーズ。はい。大阪市北区大淀、大阪の会社なんかな。スピードピット、はい、この紫のね、他のバイクにもこれの色違いつけてるんですけど、ピストン型のやつ、おう、ピストン型のやつ、はい、つけるだけやからすぐやね。 OK、 アルミなんで軽いんで大丈夫かな。はい、昔ね、原付でここに光るやつつけてましたね。知ってます？回転したら光るんですよ。まあ、チャリに多分、チャリ用のやつなんですけど。はい、つけてましたね。そういえば、懐かしいな。はい、パープル。あー、エポちゃん、かっこいい。キャリパーも青、ディスクも青、ブレーキも青、ちゃう。ホイールも青。はい、じゃあ、次が、ステップ。ね、これですね、はい、ポン、これです。じゃーん。読めませんが、アルミなんちゃらふさぎふむふさぎ、以後適用、ヤマハ車系、ヤマハ系ね。あ、ってことはエボもいけんのかな。400円、400件、分からん。2200円、 ATR ステップホールキャップです。4つ入り、はい、こんなんですね。ネジ、今ネジ、こういうのって付属するもんじゃないの。うん、まあこんなん明らかにおかしいしね。この太さのネジで3センチのキャップボルト、なんていうんですか、六角でここ締めれるやつ、はい、を買いに行きます。じゃあ本日最後でございます。はい、ここのネジをこれに変えていきます。 KN 規格のシグナス用フェンダーボルトですね。メイドイン台湾って書いてますね。こんなやつ。お、めっちゃ軽。
アルミやから。これも六角ですわ。お、ぴったり。あ、ちょっと当たっているのか。よいしょ。では反対もやっていきま、ますと。これ今一回僕緩めてるんでこんな体勢でやってますけど、初めて緩める人はもっとしっかりした体勢で押さえつけてやってくださいね。じゃないと絶対にこのネジめっちゃ強く締まってるんで、なめります。オッケー。はい、ということで本日のメニューは全て終わりました。ということでちょっと見ていきましょう。今日変えたもの、まずじゃーん、フェンダーボルトね、いいですね。ワンポイントになってほぼ見えへんけど、パッと見た時に、あ、変わってるやん、あ、キャップも紫やん、言うて言うかな。はい、で本当はね、ここね、こんな感じでこのね、蓋が紫になります。はいですね、ここね、なんかすんのもいいけど、あんまりあのネジ止めでつけたくないんですよね。汚くなるやん、穴開くやんはい、で次が、はい、フックですね。フック、フック黒いんでちょっとあんま分かんにくいかな。はい、でその下見てもらうと、フレ板のカバーですね。はい、 KN って書いてますね。はい、でそのまま後ろに回っていくと、はい、ここね、今見えないんですけど、ナンバープレートのボルトとフレームね、でギアカバー、ギアキャップと、ブリーザーホースですね。はい、それぐらいかな。はい、以上ですね。さあどうだったでしょうか。またね、こういうね、ネジ一本一本とか細かいところね、ここをほんまね買いたいんですけどね、合うやつがないんですよね。はい、教えてください、誰か知ってたら。とかなんかあるかな、まあ、ここパープルに変えるのもいいですよね。で下のボルト一本一本ね、いろんなところにボルトあると思うんで変えていってもいいと思いますし、はい、ということでまたおいおいいいもん見つけたらやっていきたいと思います。それでは本日はご視聴ありがとうございました。